くお願いいたします。10月15日に公示をされました衆議院選挙は、早くも残すところ1週間ということになりました。連合佐賀は佐賀県第1区原口和弘候補、第2区大串博候補を推薦決定をし、小選挙区での勝利に向けて取り組みを強化をしているところでございます。報道では日々情勢は変わってきておりますが、1区2区ともに大接戦でございまして、まだ抜け出している状況ではないというふうに思っております。短時間ではございますが、本日の総決集会におきまして、構成組織の皆さんと再度意識を合わせて残りの選挙戦を戦い抜く決意を固めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは連合佐賀を代表いたしまして、会長の草場が挨拶を申し上げます。草場会長、よろしくお願いいたします。自民党の裏金隠し、そして党利党略のこの選挙、連合佐賀3万1000名一致結束をして、最後の最後まで戦うではありませんか。この選挙で決して忘れてはならないこと、決して許してはならないこと、2点申し上げます。まず1点目は、自民党のパーティー裏金事件、そして政策活動費の脱税でございます。政策活動費、これは政党から国会議員個人に支払う政治的なお金と言われてますけれども、証明しなくていいんです。ですから個人的に使っても適正に使いましたと言えば通ってしまうんです。そしてそのお金は、残ったお金は確定申告しなければ脱税として懐に入れることができるんです。こういうお金を許していいでしょうか。原口代議士は真っ向からきちんとしたお金を使いながら皆さんのために汗を流している、この状況をまず理解していただきたいというふうに思うところでございます。自民党の大物国会議員、5年間で50億ですよ。50億の裏金を入れてるんですよ。政治に必要だって言ってるんです。あれ、そんなにいかがですか？かかるんですよね。こんなことを許してはならん。私はそのように思っているところでございます。そして、そのような国会議員が自民党の中に多数いるということを絶対に忘れてはならない。このように思っているところでございます。私たちは額に汗してコツコツと働いて、憲法30条に定めのある納税の義務をきちんと果たしているんです。一方では自民党国会議員は裏金です。こんなん許せますか。そして石破総理も臨時国会の党首討論において、この衆議院選挙にもこの政策活動費を使うと言いました。でその後にやっぱり使えませんと言いました。わからないです。公開しなくていいんですから、自由に使えるんです。彼らはお金を使ってこの政治を逃げろとしています。これまさに金権政治じゃないですか。こんな許していいと思いますか。絶対に許せません。私はこの選挙、何が何でもこの佐賀県国区で勝利をし、そしてギャフンと自民党に言わせたい、このように思っているところでございます。それと2点目でございます。私たちの労働組合、今一生懸命労使交渉をして賃金を上げようと努力をしています。そして賃金だけではないんです。生産性を上げて我々雇用を守るということも一方ではやっているんです。そして今春闘においては、皆さんのおかげで本部の集計では33年ぶり 5% 以上獲得をしたということでございますけれども、どうでしょう。4月に値上げ、10月に値上げ、11月、12月もさらに値上げがささやかれております。労使交渉で得たこの努力、全く報われていません。現にこの2年半実質賃金がプラスになったのは今年の6月と7月だけです。
いわゆるボーナスの出た、一時金の出た時だけです。あとはずっと実質賃金下がってるんです。賃上げは我々労働組合がやるんです。政府は賃上げが必要だ、賃上げが必要だと言いますけども、彼は賃上げできないんですよ。それをやるための政策の実現を彼らはやるべきなんです。それをやるして賃上げだ、賃上げだという政府、ほんとつまらないなというふうに思っているところでございます。そして彼らはそう言いながら森林環境税の負担増をしておりますし、また公的医療保険の負担増をします。そして防衛費の負担増、この増は増税なんです。我々にそんなことをどん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 乗っけている、これは絶対にしてはならない、このように思っているところでございます。1区の原口候補は、まあ、先ほども出ましたけど、前回厳しい戦いを強いられました。勝利はしたものの厳しいことでました。相手候補は経済産業省副大臣という名とか、前回からの3連敗原口さんしてますので、死に物狂いで政治生命をかけて戦ってまいります。それを上回る戦いをしなければ我々は勝てない、このように思ってますので、どうか皆様の最後までのお力添えをよろしくお願い申し上げます。それと2区でございますけれども、大串候補は、まあ、党の代表代行として、また選対委員長として選挙の統括、そして全国を駆けずり回って応援名士として回っておられます。自分の選挙をなかなかできないというもどかしさでございますが、よって我々連合佐賀が一致結束をして2区を盛り上げていこう、このように思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。2年前の参議院議員選挙、少し結果を見ますと、実は連合の組織人員の数の半分しか票が入ってないという実態がございます。これは実態、事実でございます。よって投票に行ってないというのが実は結果として出てしまいました。ここで皆さんにお願いがございます。三別炭素の皆さんにぜひ投票に行ってほしい、投票に行ってくれとお願いを2回3回と重ねてやっていただけないでしょうか。連合の調査でいきますと、若い方がなかなか投票に行かない、投票に行った方々に何で行きましたかっていう質問をした集計があります。先輩から2回3回行ってくれな、行ってくれなとお願いがされましたという回答が返ってきているんです。若い人たちも行ってくれなとお願いすると行ってくれるんです。そういう取り組みを我々がきっちりやっていくことで、この佐賀から日本を変えることができる、このことを強く申し上げたいわけでございます。必ずや投票に行って、この1区2区の大串さんと原口さんを小選挙区で当選をさせて、この佐賀の地から与党過半数割れを追い込んで、今の政治をリセットして、そして真に国民のための政治を取り戻そう、このように訴え、甚だ簡単でございますけれども、連合佐賀代表としての挨拶とさせていただきます。共に頑張りましょう。ありがとうございました。レジュメでは連合佐賀の取り組みについて提起をする予定になっておりますが、まあ、選挙期間中でもあり、外選行動の途中でこの集会にお越しをいただきました、原口和弘候補をご紹介をし、挨拶と決意を述べていただきたいというふうに思います。原口和弘候補、よろしくお願いいたします。皆様、こんにちは。こんにちは。ご紹介いただきました立憲民主党の公認候補、衆議院候補、佐賀第一区で出ております原口和弘と申します。今日は本当にありがとうございます。また連合佐賀の皆さん、草葉会長はじめ皆さんとこれまでこうして戦ってこれたこと、走ってこれたこと、心から嬉しく、そして誇りに思います。本当にありがとうございます。草葉会長、連合佐賀は私の誇りであります。
どんなに苦しい時も、もう絶対絶命の時も、皆様のお力で、4回前の総選挙の時には、私は病院から出る時間はたったの 4回でした。選挙区が3から2に減り、もう絶対絶命でした。その時も皆様が支えてくれました。いや、ずっと支え続けていただいて、そして私は皆様のお一人お一人のお顔を見ながら、私自身も各炭素のいくつかのフォーラムの代表をやったりさせていただいてますが、労働を中心として働く人たちの人権を守る、童話先生が、連合の顧問の童話先生が私にこういう遺言を残しておられます。一つ、政治と労働運動の分断を許すな。二つ、官と民で働く人たちの分断を許すな。そして三つ、正規の働き方と非正規の働き方、ますます非正規の働き方が増えるだろう。多くのこの分断を乗り越えて、そして連合を大事にしながら、連合を大事にするということは何か、人間の尊厳と自由を大事にすることであります。そしてそれを一番体現しているのが、ここにいらっしゃる皆さん、連合佐賀の皆さんであります。心から誇りに思います。ありがとうございます。会長がお話になりました。この国、今 TikTok でですね、ものすごい数再生されている動画があります。それはいい加減に気づけよという動画であります。いい加減に気づきなさい。この国は特権階級が楽しく、そして豊かに、愉快に生きていける、そういう構造にあるんだ。私が言ってるんじゃなくて、その TikTok のその先生が言ってるんですけど、子供たちにですね、こんな言葉を使っちゃいけないけど、あなた方凡人はと言ってるんですね。凡人は、政府はそういうことに気づいてほしくない。ずっと今のまんま漫画を見たりテレビを見たり、面白おかしく問題があるなんていうのはずっと気づかずにいて、そして働いたらその働いた分の半分以上を税金で払って、そして、はい、戦争といえば危険なところに真っ先に行ってくれる。それが彼らの望みですよ。皆さんはずっとぼーっとしてるけども、そのまんま彼らの思うツボになってるんですという動画がですね、ものすごい再生回数です。今、日本は本当に正念場です。いや、崖っぷちと言っていいでしょう。安全保障、戦争する必要もない、喧嘩を売る必要もないところに喧嘩を売りに行ってます。そして何が起きてるか、鼻つまむもので、そしてその挙句にはわけのわからん装備品を大量に買わされてます。すぐそこのオスプレイ、あれ全部でいくらかかるか、全部で基地から維持費から、それから購入費まで入れると1兆円です。たった24人乗りの17機のためにですね、1兆円です。で、それも皆さんの補給料を減らした分から出てくるわけです。こんなの安全保障じゃありません。裏金の原資どこかっていうのは、絶対言わないですね。こんだけのものを買い込んでる、1兆4000億も買い込んでるということは、彼らがタダで買い込むわけないですね。裏金はその辺にもあるんじゃないかなと思います。また海外にはもう湯水のようにお金を出しています。ウクライナに1兆8000億で出しました。しかし国民からは、皆さんからもインボイスという形で1700取ってます。私たちをもう今回の選挙は二度と絞らせない、お金を返せという選挙であります。私たちがサラリーから払った大切な税金、払いすぎてます。私たちがサラリーから払った保険料、払いすぎてます。いや、彼らは取りすぎてます。皆さん、金返せという選挙に処理しようじゃありませんか。どうぞよろしくお願いします。理不尽そのものでした。ちょっとパネルをですね、今日、初めて作って、ここで使うのが初めてなんですけど、
まあ、後ろの方はご覧になれないので X に載せておきますが、これが私が第214臨時会で出した質問収集です。働く人たちの権利のためにずっと皆さんのお顔を見ながら、あるいは一番上はスフィア基準です。これはさあ災害という時に避難所に行きます。避難所の日本の基準は先進国最低です。最低の基準を定めたものがスフィア基準です。なんでスフィア基準に満たないんだっていうのが一番上です。それから皆さんに関係するところで言うと、まさに企業に対する税金、あるいは原子力に対する私たちがきっちり支えるかどうかということ、こういったことも全部質問してます。しかし彼らは答えてきたのは何か、たったの一文でした。回答に至らずです。回答に至らずです。次国会議員かどうかもわからない。これだけ大事な、言いませんでしたか、石破さんは。共感と納得でもって選挙に皆さんに材料をお渡しする、どこが渡ってます。全部食料も外交安全保障もエネルギー政策も、そして保健医療も教育も何一つ答えてない。マイナ保険証についても答えてない。ゼロです。彼らの中身はゼロです。しかしあるのは一つです。皆さんからさっきの TikTok の動画のように絞り取るという意思であります。今の石破内閣の財務省、それから総務省の陣容を見ると、次に来るのは何か、消費税の 15% です。この間連合秋田に呼んでいただいて、消費税がいかに反労働者税であるかということを述べようということでございましたので述べてきました。消費税は赤字の企業にもかかる直接税です。だからベンチャー企業が育たないんです。小さい企業の時にはお金がたくさんいります。借金しなきゃいけない。しかしその上に消費税を払え、赤字でも払えって言いますから、何が起きるかっていうと借金して消費税を払っています。だから日本ほど赤ちゃん企業が育たないところはない、ベンチャー企業が育たないところはない。なぜ消費税が反労働者税であるかというと、消費税をはそのそれぞれの事業所、皆さんが一生懸命春闘で勝ち取っていただいているこの賃金、この賃金を減らす方向にベクトルが向いています。なぜならば賃金を増やせば増やすほど払う消費税は増えるからです。私たちは安定雇用を目指しています。皆さんと連帯して人間らしい働き方、そしてずっと自分の職場で不安なく仕事ができることを目指しています。しかし消費税は逆です。非正規であればあるほど、外注すればするほど払う消費税は減っています。つまり反労働者税なんです。私は童話先生に言われた、そして皆さんからいただいたこのご恩、熱い思いを形にしなきゃいけない。今のまま日本が衰退していけば、私たちの5年10年後はもっとひどいです。今回、今日もドル円が150を超えています。全くの無策です。ドル円がこんな風に変動する中で何が起きているかというと、為替介入するときにはアメリカにお願いをします。アメリカに最初に情報が行きます。彼らはポジションを決めて、そして日本の企業をずっと狙ってます。一昨日もこういう相談がありました。もう本当にハゲタガと日本のあの傀儡の人たちが組んでですね、自分のところはハゲタガに売られます、ケイマン島のタク成分のところに売られます、助けてくださいっていうのが佐賀の企業から来ました。我々のあの仲間が働いているところであります。食われっぱなしなんです、やられっぱなしなんです。でもそれを守る国会議員がいるかと、大串さんと私はその盾になってきました。ぜひ次も盾にさせてください。そして日本に救っている毒虫をやっつける、その先兵になしてください。
どうぞよろしくお願いします。もうこれで結びにします。朝5時からずっと配信をしてます。この選挙期間中も配信をしてます。で、おととい私も大口さんもやや先行というのが出ました。まあ、これはもう本当に最悪です。向こうはものすごいでかい組織です。こっちは草の根草の根草の根でやってます。しかも彼はいません。佐賀にいない。私は肉の分も皆さんに申し上げたいと思います。今回ほどこの一肉が危機の時はないです。私たちは日本で唯一選挙区を立憲民主党が独占している選挙区であります。ここを明け渡すわけにはいきません。この佐賀から日本の政治が変わった。この10月27日は佐賀県の誇りの日だ。連合佐賀の誇りの日だ。10月27日、あの日があったから日本は反転した。毒虫がいなくなった。傀儡がいなくなった。戦争屋の下僕手下がいなくなった。あの日こそが日本の誇りの日なんだ。労働者の誇りの日なんだ。そう言えるように私もあと1週間懸命に走り抜きます。完全復活しました。頑張っていきます。本当に今日はありがとうございます。支援をする決意を決めまして、全体の拍手でお送りをしたいというふうに思います。よろしくお願いします。